緑虫の夢は2018年制作2019年公開の日本映画演出家蜷川幸雄の下で修行を積んだ真田美希也監督による初長編作品2019年11月16日より全国で順次公開された緑虫とも呼ばれる緑色の服を着た注射監視員をテーマにした青春映画である スキップシティ国際リシネマ映画祭2019国内コンペティション部門正式上映2021年10月には続編緑虫2の制作が発表された2015年11月頃主役の二人富士と堀川に加え企業の経営者である人物が信仰を深めるうちに何かやってみようという話が持ち上がり堀川と同じ舞台に立った経験があり 進行もあったサナダが監督を務めることとなった。脚本家であるオ田タを交え話し合いにより、脚本作りが進められ、二人で組む職業という前提のもとに駐車監視員を題材とすることが決められた。その後、スポンサーとして参加していた企業の経営者との連絡が途絶え資金難となったことから、昨日フィルムズ主催の木下グループ新人監督賞にも応募し一時審査には、 通過したものの受賞とはならず、監督自ら企画書を持って、関係各所を回り資金調達を行い、足りない分は、クラウドファンディング、モーションニアラギーでの公募により補われた。2018年4月7日にクランクインし、10日間をかけて撮影された。2021年2月22日より、アマゾンのディスクオンデマンドサービスによって、DVD が発売されていたが、 サービス終了に伴い、6月4日をもって販売が終了している。気まじめな駐車監視員である誠といい加減な駐車監視員であるシゲが事件に巻き込まれる群像コメディ作品。公式サイトには、富山翔吾、足立慎、三遊亭勇気、佐藤二郎ら14名がコメントを寄せ、夢を抱きながら普通の毎日を過ごす、普通の私たちが、 主人公になって輝ける映画、なんと地味で、なんとワクワクする目の付けどころなどと評されている。上記でコメントを寄せたうちの一人であるジャーナリストのタイラ・辻哲也は、スキップシティ国際ディシネマ映画祭2019で、ノミネート審査員を務めており、国内コンペティション部門で受賞には至らなかった、作品の中で面白かったものとして、自身のコラムで本作の名前を挙げていた。 通快なコメディに仕上がっていると評価し、劇場公開を希望していた。脚本の大田義也がもともと舞台劇専門の脚本家であることもあり、同映画祭では、群像劇を描いた本作について、映画という感じじゃなくて、舞台っぽいという意見が挙げられた。ありがとうございます。